試合は初回から動きます。1回表の都立日本橋、ツーアウトから3番小島。大きな当たりがセンターの頭上を越えた。小島は2塁を回って3塁へ。このチャンスに打席には4番高橋。しかしショート正面へのゴロ。ここで成立学園の守備が乱れた。先制点が日本橋に入ります。直後の1回裏、成立学園がすぐさま反撃開始。ヒットと送りバントなどでワンアウトランナー二塁三塁。打席には今日の朝4番を言い渡されたという森田が入ります。監督の期待に応えられるか。その初球、大きな当たりがレフトの頭上を越えた。ランナー2人がホームに帰ってくる。成立学園あっという間に逆転、2対1。森田初の4番、1球で結果を出します。これで勢いづいた成立学園はこの後6番進藤のタイムリーで1点を追加。日本橋は2番手高橋がマウンドへ。しかし成立学園に傾いた流れは止まらない。この後8番阿久津のセンター前のタイムリーなどで6対1。さらに1点を加え、ツーアウトランナー二塁三塁で3番期待、レフト前の2点タイムリー。この回打者一巡の猛攻で9点を奪います。成立学園は2回裏にも2点を追加、リードは10点に。このままでは終われない日本橋は3回表、ツーアウトから2番渡辺センター前へ、3番小島三遊間を破る。ツーアウトから作った反撃のチャンスに4番高橋。右方向へ運んだ、ライトの右に落ちるタイムリー。日本橋1点を返して食い下がります。しかし成立学園の勢いは止まらない。4回裏には頼れる4番森田の走者一掃タイムリーツーベースなどで4点を奪った成立学園が15対2、5回コールドで都立日本橋を下しました。スタメン聞いて自分もびっくりして、あれ4番なんだと思って、まあやってやるしかないなと思って頑張りました。最後の夏でやってやろうと思って、のどんな甘い球が来れば振り抜いてやろうと思って振り抜いたら、ああいう形になりました。あ、すごい嬉しかったです。一球一球大事にアウト一つずつ取って頑張って勝ちたいと思います。